ところ、2018年7月の歌唱会を始めたいと思います。なんか毎日暑くてね、でも、今ね関西の方が暑いとか熊谷が暑いとかね、でスタートした、6月の最後の日は富山県が一番ね。でもね、36点何度、だったのよ。今はね、41.1、まあ、最高だもんね。で、7月の1日の夕方、富山に入ったの。行ったのよ。来いって言うから。笑いようがやれって言ってね、行ったの。で、1日の夕方行ったでしょ。いや、昨日はすごいんだよと。でも富山ではもっとすごいことがあるっていう。12年ぶりに蜃気楼が A ランクで見られる。夏私2日の日に3日の日に見に行こうと思ってんだけどつったら、見られるかどうかわかんないということで、で何しに行ったかっつうと笑いヨガに行ったのよね。だから最初にみんなと笑いヨガやりたいと思うけども、なんかまあこの場の空気がつかめてないようだから、まずは空気をつかんでから行きましょうね。はい、左の方の空気をつかんでね、で、まっすぐ持ってきてね、これをぐーっと引いてね、1、2、3。この右の方の空気をつかんでね、ずっとつかんで、ぐーっと持ってきてね、ぐーっと引いて、1、2、3。正面もつかんでね、ぐーっとつかんでね、ぐーっと引いて、1、2、3。午前中一箇所、富山市の高齢の方の施設1時間ほどやってね、笑いヨガと歌と、で午後も一箇所やってね、それが2日で、3日の日いよいよね、電車に乗ってね魚津行ったのよ。そしてその展望台のあるところ行ったらね、カメラがいっぱい私を待ってたわけじゃない。で、それで蜃気楼を見てんのね。で、小高い丘があって、その上に何台もねこうカメラがあって、集まってるとこ行ったら、何しに来たのって言ったら、いや蜃気楼見に来たの。どっから来たの、栃木県から来たのって言ったら、はあ、わざわざ、なんでって言ったら、いや蜃気楼に関わる歌をたまに歌うのでって言ったら、うん、本当歌ってみろって言うから、ちらっと出だし歌ったのね。そしたら蜃気楼を映画で映してる博物館があったり、から蜃気楼の毎日の状態をねこう判定する判定士がいる建物がそこへ連れてってあげるって言うの。いや行くからいいよって言ったんだけど、親切にもいろんな蜃気楼の話をしたり何かしながらそこへ案内してくれた。たらこの人ね、この町の歌歌うんだよ、蜃気楼の町歌うんだってよって言うのよ。で受付のところで、じゃあちょっと歌ってみてって出だしちょっとだけ歌って、出だしと最後だけ歌って来たんだけど、
まあとってもね、富山県では親切にしていただきましたので、富山県の皆様へということで、蜃気楼の町からという山川豊さんが歌っている歌を真面目に今日は歌っていきたいと思います。真面目にだよ。二人のこの恋にも蜃気楼の幻とあなたは言ってたね。どうしてなんだろうね、歩きながら涙がこみ上げ止まらない、子供みたいだね。魚津の町は雨、雨、雨が降っている。戻らない思い出は蜃気楼の町。今も揺れている。魚津の町は雨、雨、雨が降っている。あなたとの思い出は蜃気楼の町、心の海今も今も揺れている。次の笑いはね、ガラス吹き笑いをします今日は、ね、あのガラス吹きってこの肩甲骨を動かすんで肩凝る人にいいんですって、ね、うん、テレビでやってたでしょ。
で、これから、ま、皆さんと楽しく笑いながらガラス吹きをしたいと思います。じゃあ行きますよ。はい、あこの人はたまにガラス磨きをした方がいいと思いますよ。じゃあまた。じゃあ少しお仕事したんでお腹空いたから、ちょっと今度毎日毎日暑くて暑くて暑くて大変ですよね。暑いからこそ辛いスープでも飲むことにしましょう。大田原の町は唐辛子の町ですからね。じゃあ辛いスープいただきますよ。もうじゃないけど食べられませんよね。イエーイ、いいぞいいぞ、イエーイ、やだやだ、イエーイ。ありがとうございました。今日はですね、応援歌ソングといいますか、この間ここでよくお笑いに来てます方の息子さんがですね、富山県の娘さんを好きになりまして、お嫁さんに欲しいと富山県まで通ったそうですね。そして無事にゴールインいたしました。で、その話を先日ちょっと聞きしまして、ドキドキのなくなってきた年代ですので、えらく大興奮をしてしまいまして、なんて美しい話だと。で、今日はですね、その富山の愛ですね、そのお二人にウェディングソングをプレゼントしたいと思います。サムシングブルーといいまして、結婚式の当日ですね、お嫁さんが青いものを何でもいいです、一つ身につけて式に挑むとずっと幸せになれるという色、それをサムシングブルーと言います。真っ白い雪のようなドレスを着た君は、バージンロードうつむいて僕と歩いている、喜びも悲しみもうなずき合ったとき、祭壇の前縁のリングを交わした、もう迷わないで君と歩いて行ける、鳴り響く鐘
約束を交わした今慈しみに君と包まれている Something blue 世界で一つ Something blue 君に送るよ Something blue See
倍の数だけ本当の自分を見つけたから、ありったけの声で横顔の君に歌う幸せあれと時もある、夜のライトの影に涙隠して、冷たい通路の真ん中で夜の静間に僕は歌う、最終電車の男が指さすディスティーロード、ありったけの声で後ろ姿の君に歌う幸せあれと、胸の中の止まったままの時計が時を刻み始める、コンクリートの隙間に咲く白い花のように、踏まれても蹴られても立ち上がる、それが今の僕だから、コンクリートの隙間に生きるフリードのように。はい。